ばんはです。目標達成、そういえば目標達成もしたんで、あれですね、クオカードもついてくるの忘れてた、その存在を。クオカードとかそんな使ったことないんですけど、結構どこでも使えるのかな、コンビニとか。こんばんは。一週間頑張ったご褒美。まあでもコンビニね、松木を、あ、じゃあドラッグストアでも薬局でも使う、薬局で使えるの嬉しいかも。でもさ、なんかコンビニとかだったらさ、もう、まあ、コンビニに限らずどこでもそうですけど、もうなんか携帯でさ、もうピッてさ支払うのが普通すぎてさ、なんか使い損ねそう。なんか、あ、そうやみたいな、クオカード持ってたんやったみたいな感じになりそう。そうだみたいな、そうだそうだみたいな。確かにコンビニで1,500円分。まあでもどうでしょう、食べ物とかいろいろ買ったらさ、すぐに1500円とかいきますよね。それこそさ、薬局とかだったらさ、もう1500円でね、すぐですよ。なんか薬局行くと、なんかついつい、まあコンビニもそうですけど、なんかついついいろいろ買っちゃって、そう、薬局とか特になんか好きなんですよ。いろいろなんか見るの楽しくて、コスメもあるし、でなんかそういう健康食品みたいなあるじゃないですか、そういう栄養補助剤サプリとか、なんかああいうの見たり、なんかいろいろそういうのしてると、すぐに時間が経つ。本当に。こんばんは。確かにチャージできたらいいですね。携帯にさ移し替えれたらいいけど、どうなんでしょう。なんかスタバカードとかはさね、携帯に移し替えれるじゃないですか。クオカードだったらできないのかな、どうなんでしょう。あ、ラクパンチさん、ハートありがとうございます。ハートでいっぱい。ハートいっぱい。
シャカチさんブルーダルマありがとうございます。ブルー綺麗ですよね、このブルーの色。赤よりもなんか好きかも。あんまりないし珍しい。クオカードとクオカードペイはなんて書いてあるの、交換性を。あ、じゃあ無理なんだ。もうクオカードはもうカードで使わないといけないみたいな感じか。まあまあ、すぐ使い切りそうすぐ。どこで使おう。だってさ、コンビニとかでもさ、なんかついついさ、なんか飲み物系めっちゃいろいろ買っちゃうんですよね。そんななんか、なんでしょう、一応水とみたいな、でなんかコンビニ限定のドリンクみたいな、そのコンビニごとにあるコーヒーとかあるじゃないですか。ああいうのとか買ってみたりとかしちゃうんですよね。でもその中で私は、あ、ローソンは飲んだことないですけど、セブンかファミマだったら、ファミマの紅茶は美味しかった。ファミマのなんか上が紫になっている紅茶があるんですよ。それ美味しい。私最初さ、このイベントしたと、選んだ時に、その、まあ、一番の理由はそのアバターを作れるっていうのと、その初めてじゃないけど、このショールームするのでも、なんか改めて初めてそのイベントするときになんかやりやすいみたいな、初心者さん向けのイベントって書いてたから、まあこれにしたんですけど、でこう見てたら、それクオカードをもらえるみたいな、なんかこう全員達成したらクオカードもらえるって書いてたから、なんか一瞬最初、ってことは私がこれ達成することによって、ファンの方もそう応援してくれてた、その貢献してくれた人たちにもクオカード行くんかみたいな、じゃあめっちゃ良くないこれと思ったんやけどそういうわけじゃないねんな。そう、そんなわけないやんって感じやけど、でもなんか一瞬そうやと思っちゃって、そう、じゃあこれめっちゃ良くないと思ったんやけど、違うかったわなんか達成した人、なんだっけ、達成したら全員にって書いてたから、全員にっていうのはその貢献してくれた人たち全員もっていう風に私は取っちゃって、捉えちゃって、そう、大盤振る舞いやなショールームって思いながらこんばんは。そうだったらいいのにね。そしたらさ、ね、そういうのばっかやるわイベント みんなにもプレゼントいきますみたいな、よくない？まあまあ、次はない話だとは思いますけど、こんばんは。いやいや、みんなが私だったらもう大変なことですよもう考えたら分かるやんっていうことばっかりになりますなんで考えへんのみたいな。
ことばっかりありますね。私もありがとうございます。投げてくださり、アバター、アバター全然決めてないな。何がいいやろ、どんなのがいいかな。こんばんは。今回のイベントはどうなの？なんかさ、あんまりさ、そのショールームのさ、イベントのそのなんていうの、まあそのイベントによると思うけど、難易度が分からへんけど、今回のは比較的誰でもゲットできやすいやつやったんかな。難易度的にはなんかさ、イベントごとのその平均がさ分からへんからさ、なんか前やってた時のライブ配信やったらなんとなくもうなんか、あ、これぐらいやったらなんか微妙そうだなとか、これはちょっとこのイベントはやりやすそうとかあったんやけど、まあ、物によりますよねきっと。なんちゃらかんちゃらなんか出演権みたいな感じやったらだいぶハードル上がるんか、やっぱり。確かにね。こんばんは。アバターね、どうしましょう。他人と戦わない分気楽もね、確かに自分のペースでできるっていうのはいいかもしれないですね。パンチさん、ありがとうございます。こんばんは。初訪問ありがとうございます。はじめまして。ね、どこもそうですよね。イベントのさ、常連の人とかって本当にもう常連の逆に見てくれてる人も多いから強いんですよね、やっぱり。アバター使えもちろんやっといてさ、アバター作らへんかったらやばいよな。出演権をもらう系のイベントはすごいよね、本当に。こう競うとやっぱさ、すごいよね。
あ、そっか、アバター作る締め切りもあるんですよね。そっか、昨日その終わった後なんかお知らせ来てるかなと思ったら来てなくて、そのアバターそうゲットしましたみたいな。この配信終わったら見とこう、なんか来てるかも。いろんな方向から星が、ありがとうございます。作れるかなね、審査さ、そういうのうまいこと言ったらいいけど、難しかったらどうしようって感じ。え、締め切りってどれぐらいあるんですかね、締め切りまで。結構早いんかな。まあイベント自体は多分、あの多分って今日までやから、それから1週間以内とかそんな感じかもしれないですね、もしかしたら。こんばんは。何でしょう。何だろう。あ、しゅんさん音符ありがとうございます。なんかさ、このさショールームのイベントってさ、そのイベントごとのなんていうの、そういうギフトみたいなのってないじゃないですか、常にこう一緒みたいな。例えばハートとか、なんかそう、なんか結構違和感ある。なんか前のやつが違うかったから、なんか前のやつはなんかそれのイベントごとのやつやったから、サイの曲、あ、ふーちゃんとサイピー、あ、そうなんや。よくわかりますね、全然わからへんかった。ねえ、私もね、いつまでねショールーム続けるかがちょっとわからないんですよね。とりあえず今月とかもできるし、来月もできるし、再来月もできるんやけど、あ、一応イベントのギフトもあるんや。初訪問ありがとうございます。こんばんは。イベントがよく分かってませんって。徐々にですね。徐々に。あれ、なんか違うか。7月は全然やりますよ、配信。8月とかもそれ以降もまあ、できたらいいな、まあできればやりたいんですけど。多分8月もやりますよ。うん。8
11月もできるはず。アバターもらえないパターン、え、嘘、なんでなんで、申請通らんくて、永遠にさ申請通してさ毎回審査落ちるみたいな、やばいやみたいな。その時は相談しますね、なんかこれをこうしたんですけど申請全然審査通らないんですけどって本当に。こんばんは、それだけはないようにしたいですね。あのすんなりと一発で合格できるように試験頑張らないといけないですね。アバターの試験を。クレジットカード並みに審査厳しいとか卵料理の日やって。こんばんは、あですよね。結構さいろんなイベントにさなんかね、ポイントゲットできたらオリジナルアバター作れるっていうの結構ついてました、見てたら。こんばんは、卵料理の日やって、広松さんアイスクリームありがとうございます。卵料理、卵料理の中では私は何が好きだろうな、オムライスオムライス、皆さんは何が好きですか、卵料理。オムライスか、うん、卵焼きかな。オムライスもなんかなんていうの、こうパカって割る系のやつあるじゃないですか、パカって割ってなんかトロトロみたいな、あれもまあまあ美味しいけど、私はもう本当に王道に昔ながらのオムライスみたいな感じのやつが好き。薄い卵にケチャップライス包まれてるみたいな、もう本当にもう王道中の王道みたいな。お、親子丼オムライス、スクランブルエッグ、スクランブルエッグあんま食べ、最近食べてないかも。でも美味しいですよね。あ、結構スクランブルエッグか、目玉焼き、あ、目玉焼き、あ、とんぺ焼き美味しいね、茶碗蒸し、あ、いいね、だし巻き卵ね、私もだし巻きは好き。なんか築地で一回食べた時びっくりした、なんかめちゃくちゃ甘くて、なんかそういう市場の卵焼きってなんかちょっとだし系だと思ってたら結構砂糖の甘さが強くて、あ、こんなに甘いんやと思って、そう思ってた感じと塩味が来ると思ってたらすごい甘みが来たから、なんか脳が一瞬びっくりしたそう、昔ながらのオムライス昼に食べた、いいですね、美味しいよね。生の卵が苦手、あ、わかるわかる、私もあんまり好きじゃないかも、食べれないことはないけど、うーん、みたいな、できれば火を通してほしいかな
北極星、あそうね、北極星のオムライス美味しいですね。そう、なんかおばあちゃんが作ってくれるオムライスめっちゃ好きで、私そう、でなんか昔そうめっちゃ好きだったんで、なんか作り方を横でなんか見てて、ああこうやってするんかみたいな、結構簡単にこう卵をあのフライパンの上にそう卵をひいて、でご飯ケチャップライス入れてこうトン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 ってして、こう綺麗にこうこうなんていう丸めてからこうお皿に移してるんですけど、見てたら結構簡単そうになんかできるんですけど、いざそれを見た後にそう自分でやろうと思ってやってみたら、全然あれうまいこといかないんですよね。びっくりする、難しいですよね、あの綺麗にこうフライパンの上で包むっていうの。ゆで卵ゆで卵、まあ美味しいけど、 TKG 私苦手なんですよそう、こんばんは、そうなんか卵かけご飯とかまあ食べれないことはないけど、食べるならあの白身なしがよくて、あと温泉卵が一番苦手かも私。温泉卵だじゃなくてポーチドエッグならいけるんですよ。でもそう白温泉卵ってあの白身がすごい柔らかいじゃないですか、あれが苦手なんですよね。あ、天津飯好きですよ。オムライスね、本当に難しいですよね。綺麗に包むのって。一見簡単そうに見えても。あ、ふーちゃんもショールームしてるんや。ふーちゃんってふーちゃんやな、しかわらへんやな。牛丼に生卵。うわそうだからそれこそ納豆に生卵入れる人もいるじゃないですか。もう私絶対にできないんですよ。だからさもうできればそう、よく焼きの方が好き。目玉焼きとかも生卵じゃなくてポーチドエッグやったらいけるそう白身がね嫌いなわけじゃないんですよ。白身のあの生が嫌なんですよね。固まってたら全然いける。だからゆで卵とか目玉焼きとかも全然いけるんですよ。そうあの半熟なのはちょっとね苦手なんですよお昼はカツ丼をがっつりと。あ、カツオさんハートありがとうございます。でもあのゆで卵だったら私セブンのが一番好きでした。なんか昔コンビニのゆで卵をよく食べてたんですよ。であれはいけるんですよ。そこまでなんか黄身もパサパサじゃないじゃないですか。ちょっと、まあ、若干半熟ぐらい、半熟でもないのかな。あれは好き
き焼きを生卵で食べるのは、いやいけないこともないんですけど、なんでしょう、あのめっちゃ白身を溶いても、なんていうの、あの白身がなんか白身と黄身がもうしっかり混ざってる状態にするかって感じかな。なんかあのなんていうんでしょう、あのすき焼きも好きなんですけど、卵も最初はいいんですよ。なんか最後の方になったらこう なんでしょう、卵が薄まってくるっていうんですか、その感じがちょっと苦手なんですよ。その薄まったその卵とその何でしょう、あのお出汁みたいながなんか混ざってるみたいな、そのなんか変になんか若干卵の味するみたいなのが、そう苦手かも。こんばんは。そう。あ、ゴーヤチャンプル美味しいですよね。私ね、コンビニの中で一番セブンが好きなんですよ。なんかローソン行く機会があんまなくて、そうだからちょっと比較はできないんですけどセブンかファミマだったらセブン派かな私は。でもファミマの紅茶は美味しい。紅茶とかあとルイボスティーとか、なんかアフタヌーンとコラボしてて美味しいです。ペットボトルのルイボスティー。トマトはね、言ったかな、これ好きなんで全然大丈夫。そう、卵がちょっと卵の白身がそうの生が苦手。卵は好きですよ。バンちゃんハオー。めっちゃめんどくさい繊細って感じめっちゃめんどくさいやつやん。もうそう、あ、納豆ね、あんま卵入れない方がいいって言いますもんね。なんか白身の成分と納豆のその成分が良くないんやったっけ、食べ合わせが。なんかそんなやってる、栄養素壊すかなんかやったっけ。こんばんは。野菜嫌いな野菜ない。あ、もかちゃん一番めんどくさいタイプなんだけどって書いてんけど、めんどくさくないタイプ。あ、本当ですか。めんどくさいタイプやと思うけどな。そう、こだわり、変なこだわりあるからそう、お、白身はまとめて冷凍、ね、冷凍できますもんね。たまったらフィナンシェにして一気に消費。おお、なんかいいですね。フィナンシェ美味しい。なんか大阪にフィナンシェの専門店みたいなのがあって、ね、でなんかどこやったっけ、新町、大阪の確か新町の方と福島にある2店舗あるお店なんですけど、千尋菓子店っていうところで、
そこのフィナンシェめっちゃ美味しい。いろんなほんと種類があって、手土産とかにめっちゃ良さそう。一回買ってそう美味しくて、で人にあげるときにもいいなと思って、そう。あんま好き嫌いないんですよね。プライベート知らないか。まあそうよね。でもめんどくさいよ。千尋、ひらがなで千尋菓子店って書いてるところ、そう、なんかほんといろんな種類のフィナンシェあって、なんかあの美味しかったのが、なんか お酒が入ったそう洋酒のフィナンシェと、あとヘーゼルナッツのフィナンシェ、めっちゃ美味しかったとか、ほんともういろんな種類があって、そうどれにするか悩んだ、めっちゃ。なんかそれでなんか あれもこれもみたいななっちゃって、いろいろ買っちゃって、なんかすごいすごいお会計しちゃった。そんな買う予定なかったのに。そう、渡すときに本当にいいと思います。でもね、私もその2種類は食べて、あ、3種類か、プレーンも一応買ったんで、で、あと買ったやつはなんか人に配った。近所のおばちゃんみたいですよね。そう、美味しいから食べてほしいみたいな。そう、お酒ね、あんまり得意ではないんですけど、飲む方は。でもあのお酒入ったお菓子めっちゃ好きで、そう洋酒のお菓子とか、あのボンボンショコラとかラムレーズンとか、そういうのはめっちゃ好きなんですよ。あ、タカさん、ハートいっぱいありがとうございます。シムさんもヒロマチさんもハートありがとうございます。お、公園から、お、あ、そっか、そんな遅くはならないか。え、エシレのフィナンシェ絶対美味しい。なんかバターサンド食べたことあるけど、それもめっちゃ美味しかった。そりゃ美味しいわ。フィナンシェあるんや。あ、チンシンさんありがとうございます。レインボースター、私ラミー好きなんですよ。でもバッカスも好き。美味しいですよねラミー。嫌いな人はなんか嫌いやけど、
なんか冬のイメージあるんですよね。なんかラミーとかバッカスとか見かけるようになったら、なんかああ冬かみたいな。今はどうなんでしょう。今普通にさ、この季節でも売ってんのかな。冬限定ですよね、やっぱり。あ、今もじゃあそうか、冬限定か。あ、そっか、劇場上ドンキーやもんな。確かに昔はさ、純駆動やったのにね。純駆動も行ってたわ空き時間。ドンキーになって行くことなくなった。無印、あー無印は私そんなに行かなかったかもしれない。なんか結構そこの無印のでテイクアウトしてる、なんかしてる子たちとか多くて美味しかったみたいなって言われてたんですけど、なんか一回も行ったことなくて無印のテイクアウト。そうだから食べたことないんですけど、結構みんな美味しいって言いますね。でもさ、ファンの方もさ、劇場公演のさ待ち時間とかにさ、公演前とか早く着いたなんて時さ、純駆動便利じゃなかったですか新しいなんか NMB のなんか雑誌とかなんか出てるかなみたいなチェックしに行けるじゃないですか、時間つぶしに。いつぐらいくらいだったっけ、ドンキに変わった。まあでも結構前か。螺旋階段懐かしいね。なんか久しぶりにナンバー行きたくなりますね。もう3年ぐらいは行ってないから、本当にナンバーの劇場らへん、高島屋とかさよく行ってたのにな、ナンバーの。階段階段つらい。でもオーディション私も、まあ、普段はそのあの階段使うこと私もなかったけど、でもオーディションの時にそうあの階段で待ってた。なんていうかな、
面接の時かな、二次審査の時にそこの階段で順番待ってたんですよね。でちょうどその時そのなんか私風邪ひいてて熱出たんですよ。だからなんか意識朦朧としながらその階段でなんかまだかなと思って待ってたの覚えてるわ。ジュンク堂の閉店2016年か。なるほど。じゃ結構前ですね。6年も前ですね。なかなか前。趣味ってわけでもないけど、オーディションは好きでした。趣味だけじゃないけど、そうなんか楽しんでたかな。懐かしいオーディションの頃。受けたことありますね。そんななんか何十個もみたいな感じではないですよ全然。そう。あの階段ってそんな長かったっけ？獣町だってあの階段かなり登らないと。そうね。そんな階段長かった。なんかそこまで長いイメージがなかったです。なんか螺旋階段になってるぐらいで、まあ、1回しか使ったことないからさ、私もそう分からへんけど。あ、シンシンさん、ソフィーさん、シュンさん、ありがとうございます。5階よりキャンマチは上。え、あ、そんなに、あ、え、私が思ってる階段じゃない階段か。じゃあ、え、どこの階段。え、私が思ってた階段はその最初のその今はドンキやけど、ドンキの隣のあの螺旋階段じゃなくて、そこの階段じゃなくて、私そこの階段しか1階、そこの階段は1階だけ使ったことあるけど、そんな5階まである階段は使ったことないかも。え、どこの階段ですか？そんな階段あるの？ん、パ星屋さんの手前なんでしょう。そうだからさ、なんか、え、そんなあの螺旋階段って長かったっけって、そんな記憶ないねんけどなと思いながら。え、イエス FM の入り口のところ、入り口のところ、え、どんなになってたんよ。非常階段、多分使ったことないかもしれない、もしかしたら。見たらわかるかな。あ、思ってたところと違いましたね、じゃあ。そうか、確かに。それでさ、5階までって、あのビルで5階って結構じゃない？あ、思ってたところと違うかったわ。そう、私が言ってたのは、そう、劇場の、そうそうそう、写真によく出てくる本当に最初のドンキ入る隣のところ、ドンキの入り口の隣の
ところ私そこしか階段ないと思ってた。あ、違うんや。こんばんは。どこやろ。多分行かないエリアだったんかな、私が。もしかしたら見たらわかるのかもしれないけど。あ、しんしんさん、だるまありがとうございます。めっちゃだるま飛んでくる。オンパレード。100個も届きました、だるまが。確かに。じゃあ夏は結構しんどいのか。クーラーとかねあればいいけど。じゃああれですね、じゃあ公園さ見に来る前にもう汗だくみたいな。今でもそんな感じなんですか。あ、今は使ってないのか。なるほどね。あ、イベント終了まであと3分やって。3 minutes。 まあもう達成してるけど。あ、そういうことか。コロナやから。今って指定席制なんですね。すごい。新幹線みたい。違うか。新幹線みたいとは違うな。でもどうなんですかね、指定にしてもらった方がこうあらかじめ前もってこの席に座るっていう座りたい場所を決めれるからいいのかな。それともこうなんていうの、そうじゃない方がいいのか。こうもともと座りたいと思ってたところ、あ、取られちゃったみたいな感じになるから、いやっていう場合もあるんかな。指定席が問題になってる。なんでですか。ああ、なるほどね。ここに座りたかったのに席が空いてないからキャンセルみたいな。あ、指定席は選べない。あ、そうなんや。あ、それはちょっとあれやな。だってさ、毎回同じ席に座る人もさいるじゃないですか。別に私のなんかファンの方とかじゃなくても、なんかよく劇場公演見に来てくださってる方で、いつもあの人あそこに座ってるみたいな、あったもんな。自分の多分定位置なんやろうなと思いながら。確かに。
毎回だから同じ席に座ってる人とかはなんか覚えやすかったかも。でもあー推しがいつも上手寄りやから上手座りたいのに座られへんやったらいいやみたいな感じか。なるほどね。でも一番前よりもさ、なんか真ん中ぐらいの方が見やすそう。一番前ってなんか逆に近すぎてなんか見上げる形みたいになって、うん、私がもし劇場公演見に行くなら真ん中の席の、あ、真ん中の席じゃないな、多分あっちに座ると思う。あそこの席、なんか四角になってる席あるじゃないですか、そっちに座るかも。多分なんか私はなんかあんまり気づいてもらえ、一応多分うちは持っていくけどなんかそこまでなんかめちゃくちゃ認知してもらいたいってわけじゃないかもしれん。ややこしいねんけど、なんか恥ずかしいからなんか レスもらいたいの人、 DMM カメラの前に座り口。あーなるほどね、そういうちょっとこう穴場な席っていうのがあるんですね。なるほど、4列目ぐらいが見やすい。あー確かに、ある程度近くてみたいな。まあなんか毎回さこう見に行くようになったらなんかここの席に座ろうってなったらこうやっぱ自分のこう毎回行くなんていうの座る席の落ち着く場所みたいなのができそうですよね。まあ、その推し面が、ね、ポジション変わってなんか下手ばっかりになっちゃったらまあ確かに場所移動するかもしれへんけど、まあ、基本的ななんか座る自分の定位置みたいなは、まあ、なんか私も決めちゃうかも。あー N の目撃者公演ね、バラ確かに一番前は絶対飛んでいかないから一番後ろもないから確かに4号ぐらいが一番飛んできやすかったかもしれないですね。でもあれは私も投げるの結構緊張するんですよね、してたんですよ毎回。なんか変なとこに当たったらなんか嫌じゃないですか。だからこうまいことこうふわっとこう投げるようにしないとなって思ってたんですよ。あんまきつくね、こう別にきつく投げるつもりなくてもこうふわって投げたのは結構きつくてなんか当たったりしたら危険じゃないですか。あ、ダーヨシさんありがとうございます。あのあれパッカーのやつありがとうございます。坂地さんもバラありがとうございます。見事このイベントも終了しましたね。早いですね、この10時に終わるんですね。くす玉か、お、私のバラゲットできた。いや、うちわ見つけるとそれは嬉しいですよ。それでなんか、あ、自分今日こんだけファンの方来てくれてるとかわかるから、まあ、モチベーションにはなりますよね、やっぱり。
あ、ココテンのジャケットも確かに投げるもん。でもなんかそれもなんかいつだったかな、忘れたけど、した時に私のじゃなくて視界にたまたま入ってきたけど、自分のなんか投げた時に、そう、そのジャケットが多分欲しくて、なんか奪い合いしてる人いた。奪い、そのこんなギュウギュウ引っ張ったりはしてないけど、なんか多分同じタイミングで、そう、真ん中に多分ジャケットが来て、座ってる人と座ってる人の間に、なんかこう一瞬なんかこうなって、なんかあーみたいななってんの一瞬視界に入って、そう、あ、奪い合ってはると思って、でも結構あれ怖いですよね、バサってさ来るじゃないですか、しっかりジャケットやから、なんか頭にかぶってきたら、なんかかかってきたらちょっと怖くない？まあまだね、バラぐらいやったら軽いからいいけど、懐かしい。ここでも好きでしたね。衣装もめっちゃ可愛かったですよね、全部。なんかこう今時って感じがして、めっちゃこ凝ってたし、衣装一つ一つ。焼けたタオに。やっぱありますよね、多分一回はあると思う。恥ずかしいよな、しかも曲が曲だけにさ。なんか今やったらさ、まだマスクしてるからいいけどさ、当時はさマスクないじゃないですか、だからどういう表情していいかも分からへんしさ。硬い部品が当たったって結構危険ですね。結構危険やん。懐かしい。どこかのさチームが今ここ転したりするのかな、もうしてるところないのかな今は。もう今ワン公演一公演しようとか思ったら、もう体力なさすぎてやばそう。本当に後ろの方へと席が見送りが最後の方まで見れた。なるほどね、あれですね、じゃあもうなんか本当にいろいろこう皆さん工夫して、ここの席やったらこのメリットがあるしここにしようとか、まあそりゃせっかく来るならね、いい席座りたいですよね。ジャケット回収。そそくさと受け取ったと思ったら、はい回収しますみたいな感じ。
5点は本当にしんどかったですね。うん、結構ハードやったし、結構こう本当になんか動くダンスって感じの曲多かったから、なんかダンスっていうかこう何でしょう、こう見せるっていう感じのこうパフォーマンスやったから難しかった。あと衣装も凝ってるから、その分結構重かったりするんですよ、一つ一つの衣装が。だからそれも含めて、なんか情熱ハイウェイとかも結構しんどかった。それ終わった後とかね、私の生誕で好みにしきり。メンバーからもらったさ、そういう生誕祭でさ、毎年もらう手紙とか色紙とかもそう置いてる。嬉しいよね。その時夜行バス乗り遅れた。あ、長引いたんかな、もしかして。私が喋るのなんか長かったんかな、もしかしたら。申し訳ない。めっちゃ申し訳ないことしてるやん。多分、自分の話が長かったやと思う。握手会のくじ引いてシャミ当たったとき、握手会のくじ引いてシャミ、写真撮るから、結構新幹線もね最終早いですよね、思ってるより。なんか12時ぐらいとかまでさ最終あったいのにね。まあ大変やけど、まあでもそっか、12時とかになってきたら、着いたら、そっか、そこからの電車がなかったりするもんな。ねえ、いろんなイベントありましたね、そう思ったら本当に。そう思うと今はだいぶシンプルになりましたね。まあそうせざるを得ないっていうのはあるけど。東京大阪間は9時半ぐらい。早い。9時25分。あ、結構、それって結構もうこうギリギリすぎますよね。あ、23分25分とか、まあそれのぐらい。それは大変。生誕とかやったらもうね、なかなか絶対伸びるっていう体で無理よね。
へえ。新幹線は20時から朝翌6時は原則走らせてはいけないという決まりが、あ、なるほどね。あ、そう、あ、あれかな、そういうその時間帯に新幹線走ってたら苦情になるんかな、住んでる周りの人たちの。キャメロン、北海道からってなかなか、え、北海道からの場合はもうあれですよね、飛行機ですよね、もちろん飛行機で関空とかいたのかな。なかなかです。始発で帰って出勤、すごい。結構さ、なんか確かに、なんかこう握手会の時もそうやったし、まあ、こういう話聞いてても結構皆さんあのもうハードスケジュールのイメージやったかも例えば東京で握手会やったとしても大阪から来てもその日に帰るみたいな。だからもう観光は別にしないとか、まあ、大阪の握手会でも他の関東地方とかなんか九州の方から来てくれて、もうなんかすぐ今終わったら帰るみたいな。だからその ここに滞在してる時間よりも、移動してる時間の方が長いっていう人とかもそう全然いて、そういや本当ありがたい話だなと思いましたよね。日曜日とか特にそう次の日仕事やしとかで、そうねえ本当にそう思ったら感謝ですよね。かなりなんかだからそうなんかハードスケジュールな人多いなと思ってね。名古屋でもありましたよね、懐かしい。名古屋まで車で2時間半ぐらいで行きますもんね。でも私もありましたよ、あの東京とか、まあ、関東でイベントしてとか、まあ、仕事もそうやけどしてもうその日に帰るみたいな全然多かったから、あの普通に仕事してる時間よりも移動してる時間の方が今日長いなとかあったな。なんか仕事前にそういえば来てくれてた人もいました、握手会。そうとか、私が一番朝の時だったら、あ、じゃあ夜か、夜の時一番最後とかの部だったら、そう仕事終わってから来てくれて
してくれて、で2日土日とかやったら仕事終わってから来てくれて、でまた帰ってまた仕事終わってから来てみたいな、なんか全部仕事終わりとか逆に仕事前とかにそう来てくれてた人もいた。私も新幹線で東京に行く新幹線かの時になんか間違えて横浜で一回降りちゃって、そう寝ちゃってて、で目覚めた時になんか東京だと思って、あ降りなきゃと思って、そう一人だったん で降りたんですよ。でそれがもう最終の便で、新幹線の終電で降りたら横浜で、待って待ってみたいな、横浜やみたいな、違う違うみたいなってなって、もほぼそう新幹線のドアが閉まりかけの時にすいません乗りますって言ってそう乗らせてもらったことあったけど、まあ、大迷惑なんですけど、そうなんかなぜかなんか降りなきゃみたいな、パッて目覚めた時にそう駅ついててなんかもう少しで閉まりますみたいな、そういう合図が鳴ってたんで、やばいみたいな、もうその時はさ、もうすごい人間ってなんかスピード出せるねんなと思いますよね。なんか全部荷物まとめてすぐにバッて出て、でパッて見たら横浜パッて乗ってみたいなそうもう心臓バクバクでした。本当にもう一気に眠気吹き飛びましたよね。あっぶなーみたいな、これだってもう終電やから逃したら横浜で一泊するか、横浜からまあ行けたら東京まで違う電車で行けばいいけど、なんかそんな頭もなかったんで、もうこれに絶対乗るしかないと思って、そういう時の人間の瞬発能力の凄さですよ本当に本当に。でも他にもなんかあって、普通に熱海に旅行行った時になんか最終のそれこそまた新幹線で帰るみたいななった時にキャリーを私ロッカーに預けてたんですよ。で熱海帰る時に普通に新幹線ホーム行って、でちょっと前に着いてたんですよ結構。で あまだあるなと思って、まあ、携帯触ってゆっくりしてて、そしたらあれみたいな、よく考えたらなんか荷物少なくないってなって、で母みたいな、もうその時点で結構もう青ざめてキャリーロッカーに入れたまんまみたいな、でこれはちょっとやばすぎるみたいな、で最終の新幹線やしこれ逃したらまあ一泊すればいいんやけど、でもちょっとやばいってなって、でまたキャリーもロッカー、キャリー入れてたロッカーがなんか駅からちょっと遠いところで、なんか駅そうちょっと若干遠いところで、でもう一目散に走って、ですいませんみたいにちょっとキャリーロッカーに忘れちゃったんで取りに行かせてくださいって言って、そう取りに走って戻って、で行ったらキャリーを預けてたところ、なんか お店っていうかなんか施設のところのキャリーだったんですよ。だからそこが閉まっちゃっててシャッター閉じてたんですよ。でえみたいな、シャッターしてるやんみたいな、え私のキャリーどうしたらいいってなって、もう大慌てでどうしようみたいな、そしたらなんかその近くにいたなんかおじさんがなんかそのシャッターの前に座ってたんですよ、おじさんが。でもうなんか あんまり多分なんかそんなその人しかいなかったんで、なんか声かけるのもあれかなと思ったんですけど、なんか危険かないろいろと思ったんですけど、でももうこれは私のキャリーとりあえず探せたらいいと思って、そのおじさんにすいませんこの中に入りたいんですけどシャッター閉じててみたいな、どうすればいいですかって聞いたら、
なんかこう回っていったらいけるよみたいな、なんか空いてるそのところ、そのコインロッカーのために空いてるところが入り口があるからそうやって行ってくださいって言われて、でありがとうございますみたいな、でもその時めっちゃダッシュして、でその違う入り口の方行って急いでキャリーを取って、でもう全速力で走ったら、そうギリギリホームに着いた時に電車がフィューって来た感じだったんで、そうよかったと思って、そうもうその時は本当になんかこれまでにないぐらい走りました多分その時すごい早かったと思う、走るのめっちゃ。そう逆になんか余裕を持ってホームに着いてたからよかったけど、なんか全部ギリギリやったらもう 100% やばかったですね本当に。そのおじさんにも感謝ですよね。きっと普通だったら、うん、あんま声かけない感じの人なんですけど、もうそうしてる場合じゃないみたいな、多分この人はいつもここにこの時間に多分あのこのシャッターの前に来る人なんだろうなって思ったから、絶対知ってるはずと思って、シャッター閉まる時間もどこ、ここの入り口はどこにあるのかっていうのも絶対知ってるから、もう聞くしかないと思って普段はそんなことしないですよ、でももうその時はもうそうするしかなかったんで、そうそうよかった本当に。今じゃねこうやって笑い話になるけど、もうその時はもう笑ってられなくて、もうなんか半泣きですよどうしようみたいな。そうそう、いや大きな忘れ物でしたねそれは。人ってなんか早くそんだけ走るねんなと思って。あもう10時過ぎたので今日はそろそろ終了としようかなと思います。喋りすぎましたねまたまた、まあおじさんに感謝っていう話でしたそろそろと。でも無事ねこのイベント目標達成、改めて皆さんありがとうございます本当にありがとうございました。アバターをちょっとねなんかどんな感じにするのかを考えて、で皆さんに配布できればいいなと思います。それまでちょっと待っといてください、少々お待ちくださいありがとうございます皆様。パチ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 、ではでは今日の順位を発表したいと思います。まず第13位がひろまつさん、第12位がしんしんさん、第11位がペンギンさん、第10位がひかるさん、第9位がぴょんさん、第8位がソフィーさん、第7位がしゅんさん、第6位がさかっちさん、第5位がくやたかさん、第4位がいっすいさん、第3位がかつおさん、第2位がだよしさん、そして第1位がガクパンチさんでした。ありがとうございます、おめでとうございます。もうなんか喋るだけ喋ってね、一人でずっと喋ってたよな。ではでは次のね配信が25日の木曜日に配信しようと思います。次25日なんだ、明日しあさってか、しあさって配信しようと思うので、ぜひお時間ある方はお待ちしております。そうですね、25日の21時から配信しようと思います。水曜日、
水曜日か、そうですね、25日の水曜日に配信しようと思います。では皆さん、明日からも1週間良い1週間にしてください。ではでは、皆さん今日も見に来てくださりありがとうございました。そしてイベントもどうも皆さん、星や、有料ギフトや無料ギフト投げてくださった方ありがとうございました。では皆さん、いい夢見てください。おやすみなさーい。